真岡地区の市議会議員の皆様にはお忙しい中お時間を取っていただきまして、PTA 活動にご理解そして助言をいただきまして大変ありがとうございます。今後さらに PTA じゃありませんね、子どもたちの、健全育成を図るために、真岡地区の議員さんの皆さんとそして PTA の連携をお願いいたしまして、本日の懇談会懇親会を閉会させていただきます。皆さん大変ありがとうございました。